どうもみんなお待ちかねのグッドルッキングガイ、五条悟先生だよ。は？うわ、先生じゃん。なんで？なんかみんなが僕のことを待ちわびてたみたいだからさ。うっざ、調子乗ってんなよ。辛辣。あの、この人はお知り合いですか？ルリア、下がってなさい。え？バカが映るからな。なんだ、やべえやつなのか。いい表現ね。確かにやべえやつよ。怖がんなくて大丈夫。この人は俺たちの学校の先生だから。どうも、五条悟です。僕の可愛い生徒たちがお世話になったみたいだね。こんにちは、五条さん。ルリアと言います。彼らは気空士といって、気空艇で空を旅している。オイラは B。 そっか、その目隠しはどうしてってんだ。前見えてんのか。大丈夫だよ、ちゃんと見えてるから。みんな元気にやってた？迷惑とかかけなかった？迷惑なんてとんでもないです。お仕事も手伝ってもらったりして、とっても助かってます。そっかそっか。あの、そろそろ真面目に話してもらっていいですか？そうだね。それじゃあまずはそっちの状況を教えてよ。なるほどね。みんながここに来た経緯は分かった。これマジで夢だと思う？いや、どうだろうね。少なくとも僕は今寝てるつもりはないんだけど。で、あんたはどうしてここにいるのよ。大体君たちと同じかな。今日も仕事疲れたなーって思いながら、イジチの運転する車の後部座席でうとうとしてたんだけど。気がついたら空に浮かんでたわけ。あ、そっか。先生は自力で飛べるもんな。だから気空艇に拾ってもらわなくても大丈夫だったのか。どうしたもんかと、あちこちうろうろした結果、君たちの呪力を見つけて合流しに来たんだよ。そうしたら、ちょうど僕を恋しがってたみたいだから。ナイスタイミングだったね。うっざ、調子乗んなよ。だははは、二回目。五条先生から見たこの世界はどうですか？多分君たちが感じてるものと同じだと思うよ。この世界の生き物には全く呪力がない。呪いも術式も根本から存在してないように見える。五条悟の目をもってしてそう判断したのなら真実なのだろう。さっきのサメゾンビは呪いの気配についてどう思う？それについては悪いんだけど、間に合わなかったみたいだからなんとも。ただ君たちの呪力を感じてここへ向かう途中、確かに別の呪いの気配も近くにあった。それがそのサメゾンビとかいうやつなんじゃない？
言えるのはそれくらいかな。進展なしか。はい先生。はい虎杖悠仁君、発言どうぞ。先生はさ、どうやったらここから帰れると思う？それはね、わかりません。ダメか。もったいつけた意味。僕はさ、呪術師としては確かに君たちより強くて経験豊富だよ。でも今回のこれは僕にとっても未知の事態なんだよね。だから一緒に探すしかないね。結局進展なしってことじゃねえか。進展ならあったでしょう。僕が合流したんだから。考える人間が一人増えたってだけでも儲けものじゃない？それって結局先生は頼れんの？頼れねえの？ドーンと大船に乗ったつもりでいてくれたらいいよ。僕は君たちの先生なんだから。泥船じゃなきゃいいけどね。で結局これからどうすりゃいいわけ？どうもこうも探すしかねえだろ。戻る方法考えられる手がかりは呪いの気配だな。さっきのサメゾンビみたいな呪いの気配のする何かにぶち当たるのを待つってことよね。漠然としてるが、まあそれしかねえか。じゃあしばらくはまた団長たちに世話になる感じ？大丈夫か？もちろんですよ。大歓迎です。いつまでだって船にいてくれていいんだぜ。さすがの心意気だな。だが俺は B のライバルとしてただ世話になるだけではない働きを返そう。お前はな、オイラとのわけわかんねえ勝負を諦めてくれればそれでいいんだけどよ。任せておけ。きっと俺たちにふさわしい勝負が見つかるはずだ。会話にならねえよ。で、どこに行くんだよ。どうやらこの世界も広いみたいだから、結構当てのない話だぞ。そうですね。私、アロハスってところに行ってみたいんだけど。どこそれ？さっき観光客の話を小耳に挟んだのよ。アウギュステと並ぶ観光地で、どうやらスパみたいな娯楽施設らしいのよね。娯楽施設って観光じゃねえか。いいじゃない、どうせ他に当てもないんだから。アロハスに呪いが出ないとも限らないでしょ。つうかスパなら東京にもあんじゃん。そういう問題じゃないのよ。あ、そうだ、 B と東堂の勝負、アロハスでのサウナ耐久ってのはどう？悪くないかもしれんな。だから
オイラはもう勝負自体を遠慮してんだってば。もう一つの手がかりは青少獣ってやつだよな。ああ、さっき呪いと結びついてたやつな。ルリアに頼んで他の青少獣のところに連れてってもらう。おい、そこ、こっち無視して話進めんな。船にいる青少獣に異変があればすぐに分かりますから。その他の青少獣のところに案内することはできますね。団長さん、皆さん、釘崎野原よ。喜びなさい。美人の私たちが手伝ってあげる。全員マキだ。こいつの言うことは聞き流していいぞ。に何か依頼か？お察しの通りです。団長さんたちにご相談したいことがありまして。最近新しい仕入れルートとして開拓中の島があったんですが、そこで少しトラブルが。おおむね順調だったのですが、突然島と連絡が取れなくなりまして、追って島へ向かった正体も音信不通なんです。一体何が？航路自体は難所でも何でもなく穏やかで、ここ数日は天候も安定しているのに、どうしてなのか。全く理由がわかりません。そいつは心配だな。問題が起きてからまだそれほどの時間も経ってはいないのですが、どうもあまり良くない予感がするんですよね。よし、わかった。オイラたちでその島を調べてきたらいいんだな。他に急ぎの御用などがなければぜひお願いします。あ、それは。問題ないわよ。仕事の邪魔はしない。当然だよな。俺たちのことよりそっち優先してくれよ。ありがとうございます。ああ、でもよければ俺たちも船に乗せてってくれねえかな。どこにヒントが転がってるかわからねえからな。そんなのはお安い御用だ。むしろ心強いぜ。で、
その島ってのはどこにあるんだ？ありがとうございます。島はここからそんなに離れていません。あ、この辺りって確か東堂や虎杖たちを拾った場所に結構近いかもな。ちょっと見せてくれる？なになに？今いるところはここだっけ？はい、アウギュステです。で、目的地がこの辺りか。それってあっち？ええ、そうですね。方角的にはそっちになります。なるほどね。五条先生、どうかしたんですか？うん、僕もそっちの方から来たなと思って。それってつまり？五条先生もこの世界のスタート地点は俺たちと近い場所だったってことですか？そういうこと。しかもそこはこれから向かう場所にも近いんでしょ？ちょうどいいよね。スタート地点か。確かにまずはそこを調べるべきだったかもな。盲点だった。思いつかなかったな、迷子の基本なのに。迷子ではないだろ。迷子みたいなもんじゃね？なあ先生。そうだね。でもいい案内人と出会えてよかったんじゃない？それはそうですね。団長たちに拾ってもらえなかったらマジで積んでたかもしんねえ。なあ、ほんとラッキーだった。アウギュステも結構楽しかったし、先生ももう少し早く合流できてたら船に乗ったりできたのに。迷子を満喫してるね。海そんなに楽しかった？まあね、俺引きこもってる時間が長かったしさ。そうだったね。それじゃあ今度みんなを沖縄にでも連れてってあげようか。マジで？どうせ任務だろ。そこはまあ、僕らは呪術師だし。まあ任務でもいいけど。あっち、まだアウギュステの海が見えてる。本当だな、マジで海が空に浮いてる。さっきまであそこにいたとか不思議だよな。海に光が反射して眩しい。確かに先生の目は見えすぎるからこういうのもきついんじゃねえの？僕の陸眼の見えすぎるってのは
そういう意味とはちょっと違うんだけど、まあそうだね。確かにちょっと眩しいね。今のところ航路に異常はねえな。順調ですね。この分なら。来るな。ん？トド、何か言ったか？会いたかったってのもおかしな話だけどな。あ！魔物です！いや違うな。こいつらは呪霊だ。おやおや、わらわらといろんなのが来たね。手応えがいつもと少し。マキ、それはただの呪霊じゃないよ。何それ。じゃあ何だっていうの。呪いの気配がバッチリしてるんだけど。その呪霊、魔物がベースになっているな。そういうこと。まだ来るぞ。ねえ、行け。あれは。ただの呪霊との違いがわかんねえ。いや、そっちは普通の呪霊みたいだね。え、どういうこと。聞いてない。やっぱり呪いは呪いでしか払えねえ。見えてはいるみてえなのにな。どういう仕組みだよ。ああ、もうややこしいわね。とりあえず片っ端から殴る。団長たちは船の中に。あれ、今度は聞きました。なるほど、魔物と混じってるやつは普通の攻撃でも通るのか。これは呪霊っていうより呪われた魔物だね。そんじゃ団長はそっちの2体を重点的に。俺たちは全部呪力のある俺たちはどっちにも攻撃できるからな。行くぞ。おう。終わった。
とりあえず周囲にはもう残ってなさそうだな。俺は東堂が船壊すんじゃないかってヒヤヒヤした。グランサイファーはこの空における生命線だ。大切に扱うに決まっている。そういう判断はできるんだな。魔物も呪霊もあっちの方から来てたな。船の進行方向ですよね。なあ先生、さっきの魔物ってさ、前に見た人間みたいに脳がいじられて変化したとか、そういうやつ？いや違うね。そっか、よかった。あ、いやよくはねえか。じゃあ呪物の受肉体とかですか？それも違う。この世界の生き物は僕たちとは根本的に違うものだからね。脳を無理やりいじっても呪力を生むことはないし、呪物を受容することもおそらくできない。単純に言えば呪われてたってことなんだろうけど、その割には肉体の内部には呪いは侵食してなかったんだよね。表面にまとわりついてるだけ。この世界の生物の体は呪いとは相入れないということか。お前らの言う呪いとかはよくわかんねえんだけどよ。さっきの魔物、やっぱりいつもと様子が違ってたぜ。見た目だけじゃなくて、いつもより凶暴っつうか。肉体には関与せず、精神には影響するのか。まあ、誰だってわけわかんない気持ち悪いものにまとわりつかれたら、うわってなるんじゃない？そういう話ですか。それで十分でしょ。先生でもなんの？うわって。そりゃあね、なるでしょ。どっちにしても呪いが来た方向と目的地は同じだ。シェロさんの言ってた島の異変と呪いは何か関係あるんでしょうか？その可能性は大いにあるな。こりゃいよいよ急いだ方がいいかもな。オイラ、操舵室に行ってラカムに事情を話してくるぜ。こっちも念のためヌエで周囲を警戒しとくか。そういえば聖少獣の気配ってのは、さっきの呪霊とか魔物にはあったの？いえ、ありません。普通の魔物に見えました。じゃあさっきのサメゾンビとは違うのね。聖少獣かどうかは関係ねえのかな。先生、なんか見える？地上ならともかく空中だからね。今はもう少し進んでみるしかないと思うよ。
ん？どうかした？五条さんはその呪いがよく見えるんですか？ああ、まあ簡単に言うとそうなるのかな。ユージや他の呪術師たちも呪いを見ることはできるよ。でも肉眼って呼ばれる僕の目はもっと正確に細かく原子レベルで呪力の動きが把握できるって感じかな。なるほど、すごいんですね。まあね。君は青少獣っていうのの気配がわかるんだっけ？他の人にはない力だ。はい、そうですね。あれ、自分の力が嫌いなの？いいえ、そんなことはないです。この力のおかげで苦しんでる青少獣を助けてあげられたり、仲間の役に立てたり、いいことたくさんあります。でも時々少し怖いなって思ったりもするんです。うん、頼りにされるほど私が間違ってたらどうしようとか、私のせいでみんなが危険にさらされたら怖いなって思うこともあります。五条さんはそういうことないですか？なさそうですね。そうだね、持って生まれた才能はさ、ボーナスだと思ってありがたく受け取っておけばいいんだよ。難しく考えたところで失うことも新しく得ることもどうせできないんだからさ。確かにそうですね。なに、変な顔して。あんたにそんな真面目な相談してる人初めて見たなと思って。ルリアがかわいそうだ。なんでさ、真面目にいいこと言ったでしょ。そうやって自分で言うところが台無しになる要因なんじゃないですか。上陸する前から分かっちゃいたが。いるわね、呪い。この世界の他の場所とは様子が違うな。ああ、他には呪いが全くない分すげえ異様に感じる。団長たちはまず島の一つの村に行くんだよな。はい、そこで何か情報が聞けたらいいなと思ってます。よろずやにもらった地図によると村はこの道の先みてえだな。多分もう少し。待て、いるな。人がいる。夜だ、バケモノ！
あれって呪霊ってやつじゃ。さすがの反応だ、マイベストフレンド。そっちは団長大丈夫？いや大丈夫じゃないでしょ、呪いが残ってる。これくらいなら。うん、大丈夫だね。やっぱり体の内部には呪いが入り込んでない。今葵が表面にまとわりついてた分を払ってくれたから影響も残らないんじゃないかな。よかったです。ったく、あんたの攻撃は呪霊には通らないってさっき船の上で分かってたでしょ。何真っ先に突っ込んでるのよ。動物か。こいつはいつもこうなんだ。あっそう。呪いは残ってないけど怪我はしてますね。それじゃあ村まで送っていきましょう。そこで手当てを。村は困る。なんでよ、なんかまずいことでもあるわけ？助けてくれてありがとう。あんたたちがどこの誰かは知らないが助かった。でも俺は村には行けないんだ。こりゃ何か事情があるな。私たちよろず屋のシェロさんからの依頼で来たんです。この島で起きてる何かを解決するために助けたいんです。だから事情を話してもらえませんか？お願いします。この島で何が起きているのか教えてください。よろずやシェロカルテには多分まだ伝わってない話なんですが、この島の開発反対にあってるんです。え、誰が反対してるってんだ？もともとこの島に住んでた人たちです。
ああ、なんか見えてきた。最初は森林の方の開発が進んでて、その頃は一部の炭焼きを生業にしていた高齢の方が不満を言っていただけだったんですが、鉱山の採掘が始まった頃から反対する声が大きくなりました。それはどうして？鉱山には神様がいるからだそうです。神様ってもしかして聖少獣か？いえ、それはわからないです。ただ島には言い伝えがあって、白空戦争の折、自らを犠牲にして空の民を守ってくれた神様が山に眠っているとか。おお、話だけ聞くと聖少獣っぽいけどな。どうだルリア？いえ、私が感じ取れる気配はないですね。ただコアが損傷して休眠状態にある聖少獣がいる可能性はあります。村の人たちの中にも開発に賛成している人たちはいて、村の中でも意見が分かれ、小競り合いのようなものが起きてるらしいです。そういう空気なのもあって、鉱山で働いてる俺は村には顔出しづらいんですよ。全体的には私たちの世界でも聞くような話だな。あー、ダムに沈む村とか反対運動とか。ま、そういうのだ。土着の信仰が絡んでると話も余計ややこしいし、呪いの被害もでかくなりやすい。でもそれはあっちの世界でのことでしょ。今の話のどこがどう呪いにつながってるのよ。呪いというのはさっきの化け物のことですよね。そう、動物でも魔物でもない。ああいうやつ他にも見た？見たも何も、俺たちの寝泊まりしていた作業小屋はあいつらのせいで壊滅したんです。昨日の夜、作業小屋がさっきの化け物に襲われたんです。俺たちも当然魔物や野生動物への対策はしてたんですが、あいつらには全然効かなくて。俺一人でなんとか逃げてきたんですが、すいません。やっぱり村に行くべきですよ。このまま放っておけません。でも大丈夫ですよ。私たちも一緒に行きますから。そうだぜ、村にも危険があるかもしれないことを知らせねえといけねえしな。ああ、わかりました。よし、じゃあ行こうぜ。ねえ、結局どうして呪いが発生してるのかはわからないままじゃない？
確かにな。これが俺たちの世界の出来事なら呪霊が出てもおかしくない事態ではあるが。なあ、原因は俺たちだってことある？呪術師から呪霊は発生しねえぞ。呪術師は自分の中の呪力をコントロールしてる。だから呪霊が発生するほどの呪力が俺たちから漏洩することはねえ。いや、そうだとしてもさ、この世界にはなかった呪いって概念を持ち込んだ何かがいるなら俺たちしかいねえじゃん。理屈は全然わかんねえけど、無関係だとは思えねえよ。まあ無関係ではないだろうけど。やっぱりそうだよね。僕たちが原因というよりは、僕たちのことと呪霊の発生、どちらも結果なのかもよ。お？どういうこと？つまり二つの世界をつなぐような何らかがあって、結果として俺たちが飛ばされ、同時に呪いも漏れ出してきた。非現実すぎて言ってて頭痛くなってくるけどな。非現実的なのは今さらでしょ。まあかもしれないねって話だよ。原因となった何らかってのが何なのかは分からないし、まあ世の中には理屈の通らないことなんていくらでもあるからね。とにかく怪我人は村の奥に運んで。またさっきの魔物が出たらどうするの？武器を持てるやつで森との境目を固めろ。子供も避難させて。村にも何か異変が？かもしんねえな。とにかく話を聞いてみねえと。そうですね。すみません、あの。あ？あんたたち誰だ？オイラたち島の外から来たんだけどよ。外から？大丈夫だったか？おかしな魔物に襲われなかったか？この村に何かあったんですか？ああ、村のすぐ外の森にすごく凶暴化した魔物が出たんだ。とりあえずは撃退できたんだが、いつもと様子が全然違っててな。こんなことは初めてで、みんな混乱してるんだよ。こっちは呪いをまとった魔物ってとこですかね。そうみてえだな。お客さんが来てくれたとこ悪いけど、今村は危険で。あ？そっちのあんた。
見覚えがある。もしかして鉱山の？俺はなんで村に来たんだよ。もしかしてお前のせいか。おい、何騒いでんだ。甲府が村に来てんだ。なんだって。おいおい、なんかやべえ雰囲気じゃ。どの面下げて村に来やがった。元はといえばお前らが。そうだ、お前たちがお山を荒らしたからこんなことになったんだ。お前らが呪いを連れてきたんだろう。違う、俺のせいじゃ。うるさい、村から、島から出ていけ。全然話を聞いてもらえる雰囲気じゃなかったですね。オイラたちまで追い出されちまったな。だから言ったでしょ、俺が村に顔なんか出したから。そうは言ってもお前の怪我もあんま長いこと放っておけねえしよ。村のこともこのままにしておけないです。また近くに魔物が出るかもしれませんから。にしてもあの状況を目の当たりにすると普通の人の目には呪いが見えなくてよかったって思うわね。収拾つかない。そのために帳を下ろして仕事するしな。こっちの人間からは呪いが発生しない。二次被害につながらないのは不幸中の幸いだけどな。呪いを生まないって言ったって怖いものは怖いだろ。そういえばいつの間にかこれが夢かもって俺思わなくなってんだ。ああ、ここまで来ればさすがにな。夢じゃないってことはこの世界の人はちゃんと生きてるってことなんだよ。怖いものは怖いと思うし、怖ければ他の人を気遣う余裕なんてなくなるし、怒ったり泣いたりするし。怪我だってするし、下手すりゃ死ぬ。助けられるならどうにかしねえと。分かってる、放っておくとは言ってねえよ。どのみち私たちにしか呪いは払えねえ。そのためにはやっぱり根本を叩きたいですね。鉱山はあっちだったな。ああそうだけど。呪いが濃い方ね。行くか。村はこっちを完全に無防備にするのもまずいだろう。ああ、呪術師を二手に分けるべきかもな。それじゃあ僕が団長たちとこっちに残るよ。僕ならいざって時はすぐに合流もできるし効率いいからね。私たちはもう一度村の人と話ができないか試してみます。それも必要だね。
さっきの話じゃ怪我人がいるみたいだったし、呪いが残ってるかもしれない。じゃあお願いします。うん、そっちは頼んだよ。はっ、パラパラ出てきて鬱陶しいけど、一体一体は大したことないわね。ヌエに上空から探らせてるが、やっぱり山の上の方から来てるな。現れる呪霊を倒しながら進めば、その先が目的地ってわけだ。村の方はどうなってるかな。五条先生がいるから平気だろ。魔物相手なら団長も相当戦い慣れてる感じだったしな。まあそうですね。どうした野原、団長に何か思うところでもあんのか。思うところってわけじゃないですけど、やばいやつだなって思いましたよ。へえ。ルリアもビーもですけど、あいつらの言ってることとかやってることとか綺麗事だなって思うわけですよ。仕事だろうとそうじゃなかろうと、誰にでもすぐに親身になるし、自分の体を投げ出すことに躊躇がないし。そもそも東堂や俺たちみたいな初対面で得体の知れない人間を何の疑いもなく受け入れるしな。本当それ。でも本当に本心から行動してるんだろうなって不思議と思う。綺麗事に対して迷いなんてなくて、それがきっとどんな瀬戸際でも絶対にブレないような気がする。それでもし万が一命を落とすようなことがあったとしても、誰を恨むこともないんだろうなって。邪道だろうと正道だろうと、何か一つを貫き通すってのはそう簡単なことじゃねえ。意識してんのか無意識なのかわからねえが、生き方を覚悟してんだろ。団長は旅の始まりからずっとそうだった。すげえ仲間面すんじゃん。当然だ、俺たちの団長だからな。呪霊出なくなってない？こっちで会ってんの？そのはず。今のこっちで会ってたみたいだな。来るぞ。真打ち登場か。
ただの呪霊じゃねえな。また呪いで凶暴化した魔物、その割には大きくない？聖少獣ってやつかもな。どちらでも構わん。行くぞブラザー。足元を崩すぞ、めぐみ。玉剣、コン。おりゃあ！いいぞブラザー！いい連撃じゃねえか。便利な術式だな。釘先！的がでかくて狙いやすいわ。やったか。手応えはあった。ちょっと様子おかしくない？攻撃は効いている。実際呪いの気配は弱くなっているが、それじゃあなんで？お、やっぱりお前らが戦ってたのか。間に合ってよかった。あんたたちも来たの？どうして？聖少獣の気配を感じました。村にまで届いて、それで急いで来たんです。やっぱりこいつは聖少獣がベースになってんのか。はい、間違いありません。つうか村の方はいいのかよ。村には五条が残ってくれてるぜ。怪我人の呪いも払ってくれた。だからオイラたちは聖少獣の気配を追っかけてきたんだ。ルリア、わかるか？はい、すごく苦しんでます。呪いの気配が弱まってきたかと思ったら暴れ出したんだ。気配が
濁ってて、でも ちょっとルリアは大丈夫なの？ルリアは聖少獣の意識を読もうとしてんだ。オイラたちはルリアを守らねえと。私たちも牽制するぞ。おう、呪いのせいで聖章が無理やり呪いが弱まってバランスが、だから暴走を。お願い落ち着いて。私にできるのはここまでです。呪いと聖章の力のバランスを取ることしか。でも今なら止められると思います。十分よ。ありがとな、ルリア。あとは任せろ。頼むぞ。いたがり、おう。ぶっ飛びな。邪魔。ふっ、どれ。ふっ、そこだ。油断すんじゃねえぞ、野原。野原、了解。特級呪具スーレー呪法ユーン、かんざし。油断すんなよ、モーマンタイ。極拳コンヌ、俺の全力を拳に乗せる。国戦終わりだ。
石になった？おそらく聖章だな。聖章獣の力の核のようなものだ。もともと休眠状態だったコアが呪いの力で無理やり動かされていただけだったみたいなので、またこの姿で眠りについたんです。とにかく解決したってことね。はい、村の人が祠のある場所を教えてくれましたので、この聖章はそこに戻すのがいいと思います。あとは残った雑魚呪霊の片付けかですね。手分けした方が早く。あ、なんだ。はい、お待たせ。後片付けはしといたよ。後片付けって？その辺の呪霊とか魔物とかもういないから。あ、村の方も安心して。怪我してる人はいるけど呪いは残ってないから。わあ、ありがとうございます。いえいえ、どういたしまして。ねえマキさん。なんだ。最初からやれよって言ってもいいですかね。無駄なことはやめとけ。そこの二人、僕だって別に別行動して遊んでたわけじゃないんだよ。上から見てちゃんと見つけといたから。何をよ。呪力が収束してる場所、世界にひびが入ってる。それって元の世界に戻れる場所だろうね。とはいえいつまでもひびがあるかはわからないから。はい、ってわけでみんな今のうちに帰りますよ。待て、俺はまだ帰るわけにはいかん。Bとの決着がついていない。まだ言ってんのかよ。こいつ置いていっちゃダメかしら。それはさすがにまずいだろう。こっちの世界にも迷惑かかるしな。 B、 お前は本当にこのままでいいのか。俺たちのライバル関係が破綻してしまうぞ。別にいいだろ。伏黒 C。 あのよ、あ、ライバルだからこそじゃねえかな。どういうことだ。ライバルだからこそここで決着がついちまったらもったいないだろ。決着つかない方が本当のライバルって感じがしねえか。俺もそう思うぞ、トド。漫画とかのライバルキャラ同士もどっちが強いかはっきりしない方が盛り上がるじゃん。ふん、その通りかもしれん。わかった、今回はここまでだ。 B、 これからも俺たちは最高のライバルだからな。おうよ。あ、そうだ、これこれ。
アウギュステで渡したルピじゃねえのか。スイカ買ったからちょっと減っちゃってるけど返しとく。ああそうね、持って帰っても使えないし私も返すわ。でもこれは皆さんが依頼を手伝ってくださった分ですし。あーつっても俺たちが持っててももったいねえから。受け取りづらいならこの島に使ってくれ。呪いで被害が出た分の補填や復興に。ああそれがいいや。どれくらい足しになるのかわかんねえけど使ってよ。わかりました、ありがたく使わせてもらいますね。おうこっちこそありがとな。後のこと任せて悪い。気にすんなって。よろずやにも話して島の問題はなんとかできるようにするからよ。頼むな。さーてと、もういい？オッケー。ひびは山の上空の方にあるからね、連れてくよ。はいみんな僕に捕まって。いや俺はヌエがいるんで。私もそっちにするわ。私も。定員オーバーですって。めぐみ人気者じゃん。あんたの人気がないんだろ。俺はどちらでもいいぞ。じゃあ俺は。だからヌエは無理だからな。はいはい君たち何でもいいからさっさと行くよ。皆さん気をつけて帰ってくださいね。またいつでも待ってますから。まあ次に会えたらまた勝負すること考えてやってもいいからよ。でけえあくびだな。おお、おはよう伏黒。なんかさ、昨日変な夢見た気がする。なんだそれ。よく覚えてねえんだけど、あんまり寝た気がしねえような。授業中に寝るなよ。ああ頑張る。今日もいい天気だな。ああ暑くなるかもな。イタドリ暇。嘘だろ、異世界来てるのに。
アホか。来たからってそんなにポンポンやること見つからないでしょ。なんとかしなさい、イタドリ。無茶ぶりすんなって。だったらほら、依頼受けてみるのは？却下。どうしてせっかく呪霊払いから解放されたのに労働に勤しむ必要があるわけ？めっちゃわがまま言うじゃん。じゃあ、ああそうだ、ティラノサウルス見に行く？あと巨大ロボットとかいるらしいよ、この世界。それで乙女が釣れると思うの？ほんとモテないわね、あんた。めちゃくちゃ言うじゃん、マジで。じゃあみんな誘って適当に街でも歩く？何かしらあるだろう、刺激。まあそこら辺が着地点かしら。ほらささっと呼んできなさい。私はマキさん呼んでくるから。あー、東堂はどうする？私に聞く？ベストフレンド、すまない。蜜月を重ねたいのは山々だが、今はビーとの勝負を優先させてくれ。優先しなくていい。ラッキー。ラッキーはさすがにBにも東堂にも悪いだろう。おい、王国、犬、エラ。しかと見届けた。道は自分で切り開きたまえ。世界が勝利を望んだのだ。あららららららら。行くぞ、ここだ。幾多の願いのために、しかと見届けた。少しだけ。逃がしはしない。排除しよう。すごい。
と見届けた。無事に終わってよかった。